こんな日は冷たいものが食べたくなるよね。ということで今日は最高の企画を思いつきました。題して冷凍食品そのまま食べても美味しいのはどれ。食べるものって脳にすり込まれてるけど、もしそのまま食べても美味しかったら革命的じゃない。もしそのまま食べて美味しかったらマジで特許くださーい。ということで買ってきましょう。冷凍食品でほとんど裏になっちゃいました。はい、それでは最高の冷凍食品たちを紹介します。みんなのお弁当に入ってるやつ、大きな大きな焼きおにぎり、全体に美味しそうなパッケージをしたチャーハン、唐揚げチキン、かわいいって書いてあるんですけど、すき家の牛丼で、あ、豚丼でした。ん？違う、豚丼じゃない、トントンって書いてある。はい、そしてこちら、あの美味しいやつね、ペロペロ舐めちゃおうかな。見てこれ、よだよりー、今こんなにできて販売されてんだよね、すごくない。はい、こちら完全にふざけました、オオスズムキエビ、味がなさそうですね。はい、というわけで揃いました。以上、こちらの9種類からどの冷凍食品が一番美味しいのか、私の独自の判断でしっかりレポートして伝えたいと思います。エントリーナンバー1番、チャーハン。シリアルみたいだな、シリアル。美味しくなさそう。やだー。じゃあいただきます。うわ、まずい、まずい。もちもちしてる。エントリーナンバー2番、唐揚げチキン。いただきます。もっくよ。おいしいかも。これもは冷えてる状態ですごい美味しい。新食感。うわ、喉越しがいい。唐揚げを飲み込んだ時の冷たい感じ。え、美味しい。エントリーナンバー3番、焼きおにぎり。はい、ふっくら美味しいって書いてあるけど、カチカチのまま食べます。美味しいかも。美味しいかい。え、美味しい。なんだこれ。うん、すっごいもちもちしてる。うん、美味しい。これあの変な子だったらハマっちゃう感じ。クラスでさ、あの鼻くそ食べちゃってるような子がいたじゃん。なんかああいう子とかがハマっちゃいそうな感じの味です。エントリーナンバー4番。丁寧に、まあ、でもちょっと正直その何、想像は普通にありなんじゃないかなって私は個人的に思います。なんかこの何、触った感じも肌なじみある冷たさ。肌なじみある冷たさ。通販番組見すぎて頭おかしくなってるか。桑畑理恵に影響されてます。じゃあいただきます。ん、甘いの、このなんだろう、このトマトのソースが甘い。冷製ピザチンしたら全部チーズじゃん。もうなんかのソースの味が美味しいって思うのは冷製ピザならではっていう感じ。これ美味しい。エントリーナンバー5番、コンドン。これ絶対まずいよ、本当に。だもう嫌だもん、なんか普通に私食べたくないし。これいただきます。甘い。なんかフェスとかで名前を変えて売ったらこれはこれでありな食べ物っていう感じ。うん。エントリーナンバー6番、よだれ鶏。これはちょっとドーピングとしてビールで一緒に。まずっ。エントリーナンバー
それではいただきます。知らない、お母さん知らないの、凍ったものの方が美味しいんだよって言ってあげてください。はい、みんな最高の冷凍食品ライフを。はい、外国人の終わり方。